はい、おはようございます。カブくんです。どうもです。いや、昨日ね、一番最後ペアのね演技実は全部見て、その後ちょっといろいろね衣装作りとかやろうと思ったらもう無理。さすがに昨日は無理でしたよ。もうバタン級で、気づいたらねもう朝の8時半。本当にそうで、コメントを見て、でなんだっけ、シャワー浴びて今に至るという感じです。もう本当バタン級で、だから知らないうちにちょっとねなんか疲れてたのかなという感じありますけど、いやー本当にね記録的にぐっすり眠れましたね。まあ、夢は見ましたけど、夢はね結構見るんですけど、でもぐっすり寝れたっていう感じですね。いやー本当楽しかったですね昨日ね。楽しかったけど、いろいろねコメント見てみるとねありますね。ですので、まあちょっとずつやっていこうかなと思います。あ、コメントね本当ありがとうございます。ちょっとかなりねコメント溜まってますので、ちょっとずつ、返信とかね、なんだっけ、読んだりとかしていきたいと思ってますので、またよろしくお願いします。はい。で、あ、そう、今日ね今朝話そうと思ったことはですね、昨日のペアの演技見てちょっと思ったことを話そうと思っていて、で、まあ、今回日本選手が出なかったんです。今回、ね、7組しか出なかった気がするんですよね、ペアの方ね。あんまりこうペア結構出ていなくて、少ないなと思ってたんですけど、スケートカナダの時とかの方がもうちょっといた気はしますね、確かね。だからなんか少ないなとは思ったんですよね。はい。まあ、そんな中で優勝したのがカナダの、リアンヌとマキシム組でしたかね。この組が200点を超えて優勝だった。あ、200点超えたよね。確か超えたと思います。トップに立ったかなと思いますね。りくりゅうとそんなに点が、だから、付け方のりくりゅうとそんなに点が離れてなかったような気がしますので、まあ、場合によってはこの組が結構ライバルになってくるような気はしますね。まあ、キレとかも結構あって、やっぱレベルが高いのかなっていう感じはしましたからね。そう。ただね、今回ね、僕が一番その印象に残った選手はね、2組というか結構他にいまして、それはですね、誰かというとね、まずアメリカのね、マリアとイバン組。この組はね、順位下げちゃったんですけど、でもこの組、選曲がですね、友野和樹くんと同じ、ディーフラデマウスですね。なんだっけ、コウモリ序曲だ。コウモリ序曲。でやってましたよ。ああ、この曲好きな曲だって、僕結構この曲好きなんですよね。だから、ペアで D フラデマウス見ることができたって結構嬉しいですね。まあ多分過去にも行ったとは思うんですけど、ちょっとわかんないですね。この D フラデマウスね。良かったですよ。まあちょっとスピードが落ちたったりとか、まあちょっとこう、あれかなっていう部分あったと思うんですが、結構やっぱりね、華やかで、素敵でしたね。まあ、こういう結構好きな曲でね、ペアとかやってくれる人がいるとちょっとやっぱ嬉しいですね。はい。とか、あとね、どこだったっけ、イタリアのね、ロベッカとフィリップ組。この組良かったですね。この組もメダルは多分逃したと思う。多分。でもね、この組ね、選曲がすごい。あ、メダル取ったのかな、待って。取ったかもしれない、メダル。多分。あ、ちょっとすいません。そこら辺申し訳ないんですけど、取ってないか。ドイツが取ったのか。ギリギリ負けたんだ。あ、そう、ドイツが逆転したのか。アニッカ・ロベート組が逆転したんだ。あ、でもね、アニッカ・ロベート組良かったですよ、この組も。良かったって書いてますね。なんで良かったかって、ちょっと昨日眠すぎてメモ書いてないんですけど、このね、ドイツのアニッカとロベート組もすごく良かった気がします。で、逆転をした気がしますね。ただ、イタリアのロベッカ・フィリップ組はすごく良かったですよ。この曲なぜかっていうと、曲がセビリアの理髪師ですね、ロッシーニのね。まあ、イタリアのロッシーニで、まあ、セビリアの理髪師選んでましたね。これね、セビリアの理髪師ね、すごい好きで、僕昔2005、6年に織田信成さんがね、
織田信成選手がね、選手になりましたけど、が、ショートプログラムにね、この曲使ってて、で、その時からこのセビリアの理髪師めちゃくちゃ好きで、僕がね、バッチテストのね、2級と3級ね、この曲選んだ理由っていうのが、本当に織田くんのセビリアの理髪師が好きすぎて、この曲選んだんですけど、本当ね、陸上でもね、めちゃくちゃ真似しててね、よくこう、コピーというか、まあ、本当好きすぎて、ね、本当にそういう曲だったんですね。うん。で、ロッシーニね、他ね、結構、それが原因でロッシーニが好きになってて、例えば、キーヌのはしごとか、イタリア、アルジェの女とか、そういったのあるんですよ。ロッシーニの作曲でね。で、ステファン・ランビエールが演じた、2009年、2010年の演じた、バンクーバーの時にもやってた、あの時は欧州選手権とバンクーバーだけだったと思うんですけど、ショートプログラム、ウィリアム・テルね。これもロッシーニですね。ウィリアム・テルもね。ほんとこれもめちゃくちゃ好きで、おー、ロッシーニだとか言って、うん。ウィリアム・テルは、そう、やっぱもう有名ですよね。やっぱね。だけど、なんかそれよりもロッシーニっていうのは結構やっぱ好きなんですよ、僕ね。うん。だから、なんかこのウィリアム・テルとかね、あでも小田さんもね、小田選手も2013、4年のね、引退間際のね、全日本選手権でね、フリースケーティングでウィリアム・テルやってるらしい。こんな振り付けありましたね。こんなね、懐かしいなと思って見てましたし、あとね、ハビエル・フェルナンデスもやったかな、多分やったような気はするけど、多分覚えてないですね。うん。はい。あと、サミュエル・コンテステがね、昔、ロッシーニの、ね、泥棒のカササリだったっけ？で、ショートね、入り口付近やってた気がしますね。泥棒のカササリだったっけ？うん。結構ね、このようにしてですね、僕結構ね、好きなんですよ。うん。セビリアの、ロッシーニね。うん。てか、めっちゃ脱線してますね。で、脱線してるけど。あとは、山下真子ちゃんもなんか、このボーカルバージョンでやってた気がしますね。確かね。うん。結構、だから、ほんと、幸せになる曲ですね。ロッシーニの曲はね。うん。セミラーミレとかもすごい好きだし。うん。あと、試金石っていう曲もあったかな。うん。そうそう。ほんとね、小田選手のおかげで、セビリアの、ロッシーニがすごい好きになったんで、ね、イタリアアルジェの女とか、あれで僕滑ってみたいけど、ちょっと時勢的にね、今の時代的にちょっとなんか、あんまこう明るすぎる曲で滑っちゃうとなんか、あれなのかなっていう感じがして、なかなかね、気持ちが入んないんですよね。陸上フィギュアでもやろうと思ったんですよ。気持ちがなかなか入りにくいっていうね。でもそんな中で、このイタリアのロベッカ・フィリップ組のセビリアの理髪師、とても最近、なんか、ずっと、うつつな感じがあった中で、とても良かったかなっていう感じがします。うん。ただ、演技自体は、ちょっとこう、スピードが止まったりとかね、ちょっとこう、スピードが遅くなっちゃったりとか、ちょっとこう、ミスなのかな、うん、とか、ちょっとあったりとか、やっぱ多かったんで、うん。はい。サイドバイサイドのトリプルサルコも、女性がダブルサルコになってますね、これね。うん。そうですね。だから、まあ、ちょっとミスはあったりとかして、うん。そうですね。まあ、スピードがなくなってしまったかなと思ったんですが、やっぱこのセビリアの理髪師ね、とても良かったですね。うん。はい。まあ、そんな感じで、うん。ちょっと話脱線しまくってますけど、ロッシーニすごい好きなんですよね。うん。はい。あとは、ジョージア、あ、そう、ジョージアの子、どうしちゃったの？ジョージアの組。青ね、エクソジェネシス工場力でね、使ってましたけど、この組ね、もう、最後、女性がもう大泣きしちゃって、うん。もう演技終わる前に、フィニッシュポジションつきながらですね、もう、こんな感じ。もうね、ドロー、この、もうね、ダメ。もうね、もう落ち込んじゃって、しょうがなかったですよ。うん。なんかね、その、サイドバイサイドのジャンプでもミスが、まあ、結構あった、二つともミスがあったんですけど、ね、その後のリフトもなんか、女性の表情、他のね、組見てると、わーでも私こういうリフトしてんのよーっていうね、こういう表情があったかと思うんですが、この組はね、なかったですね。もうね、なんか、男性もちょっと足がちょっと、くるくる回りながらね、リフトやってましたけど、ちょっとこう、大丈夫かなって、ぎこちなさがあったりとか、女性も、あってもう疲れっていうかね、もうプレッシャーっていうか疲れというか、なんかもう、音楽止めてやめた方がいいんじゃないのって思っちゃうぐらい、女性の表情がね、暗くて、やばかったですね。うん。リフトの時ね。だから、ああ、これかなりしんどいな、早く終わってほしいなっていうような、なんかね、もうね、そういう感じでしたね。うん。で、最後は大泣きしちゃって、いやーもうちょっと、苦しかったと思います。うん、かなり苦しかった。
あのスロージャンプも多分ミスが出てますよね。スロージャンプも2つとも転倒だったかな。ミスですね。うん。はい。でも最初はね、トリプルツイストめちゃくちゃうまくいったんですけどね。うん。はい。まあ、そんな感じでちょっとかわいそうだったなと思います。だって順位も落としちゃったと思いますね。うん。あとね、フランスの、カミエルとパベル組、この組は多分、フランス人じゃないでしょうかね。多分ね。多分ですね。うん。フランス語で話してなかった気がするな。だから多分、だから、ウクライナの、来たのかな。ちょっと、すいません。そこら辺はあれですけど、ただ、この組はポッチャリのね、選曲を使ってたかなと思いますね。うん。確か。はい。確かが多くてあれですけどね。うん。この組も良かった気はしますね。良かったと思います。うん。179.85 ですね。この組がだから2位になってきて、あ、そう。フランスだから結構歓声が大きくて、うん。そう。ね、なんかすごい嬉しいっていう感じになってましたけどね。うん。だから奇跡的にメダルを取ったみたいな話はあったかな。そんなこと言ってないか。うん。あ、でもあれだね。ドイツのアニッカとロベート組が 179.73 でしょ。で、ドイツの、今、フランスのカミエルとパベル組が 179.85 なんで、もう本当何これ 0.1 点差じゃん。本当。すごいですね。で、2位ですね。うん。結構喜んでたかなっていう感じがあります。なんかメルシーとか言ってましたけど、多分なんか、やっぱりこう、フランスに受け入れられて嬉しいっていう感じなのかな。すいません、ちょっとここもね、あれですけど、そんな感じが僕は見てて思ったんで、はい。という感じでございますね。うん。ちょっと関係ない話もいっぱいありましたけど、こんな感じで、うん。ペア。ペアはね、面白かったでしょ。結構ね。うん。ペアもアイスダンス。アイスダンスね、本当に面白い。最近見てて、うん。やばいぐらいハマってます。うん。アイスダンス見て、振り付け、自分で振り付けやっちゃおうかなっていうぐらい。なんかその、アイスダンスの、まあ、カナダもそうですけど、まあ、今回のフランス大会、全部選手、ちょっと見ていったんですが、自分もなんか、一人でアイスダンスしちゃおうかなって思っちゃうぐらい、面白いんで、なんかちょっと、アイスダンスとかペアとか見て、なんか振り付けとかなんかやってったら面白いなと。陸上フィギュアとかでもね、まあ、自己満ですけど、それは。まあ、そんな感じでやってったらなんか面白いかなとかってちょっと思ってるんで、うん。はい。まあ、そんな感じです。うん。はい。ではね、ありがとうございます。バイバイ。ちょっと関係ない話しよかったですね。うん。